どうも皆さんこんにちはチャックバスです。本日はマリオットボンボイのキャンペーン2つ紹介させていただきたいと思います。で、1つ目なんですけども、先日ね、LINE アカウントにマリオットボンボイがね、追加されましたんで、今ね、マリオットボンボイの公式の LINE で、毎月ね、 どっかのホテルの宿泊券が当たるみたいなね。まあこれは簡単なキャンペーンなんですけども、えー、メールアドレスをね、入れるだけで、まあその毎月キャンペーンでその宿泊券を配布していくみたいなことらしいので、らしいというかまあことですので、まあぜひね、まあ,あの登録だけなんで、ぜひやってみてはいかがでしょうか。こちら、えー、今沖縄って確か書いてあったと思うんですけども、まあ多分場所はどんどん変わっていくと思いますんで、ぜひね、あの、もらえるものは もらえるかもしれないものはね、ぜひ狙っていただけたらなと思います。次、もう一個ね、えー、キャンペーン始まりました。で、あの、ANA とね、マリオットボンボイが、まあ、コラボ企画みたいな感じですかね。まあ、前回ね、あの、結構前に、えー、JAL とね、マリオットボンボイコラボして、あの、JAL マイレージクラブの会の方向けにね、えー、JAL の JAL マイレージクラブの番号を入れてあ、キャンペーンのプロモーションコードを入れて、えー、マイレージカードを現地持ってってみたいな、その時チェックインの時に見せてみたいな感じで、えー、2000ポイントもらえるみたいなね、キャンペーンがあったんですけども、今回もそれと同様で、えー、ANA とマリオットボンボイ、まあ、あの、コラボして、 キャンペーンということで、まあ、今回のキャンペーンなんですけども、まず、えー、対象期間ですね。えー、今年の10月1日から、えー、来年の3月31日まで。で、えー、で、えー、33月31日までで、対象者ですね、対象者。えっ、ー、と、 マリオット・ボンボイの会員の方、プラス、え ANA、ー、マイレージクラブの方、ということなんで、今現時点でね、あの、両方持ってないっていう方はね、まあ、入会してから、まあ両方持ってないっていう方は、まあさすがにあんまり興味ないかもしれないですけども、まあどっちか持ってる方はね、まああの、両方ともね、会員資格がないとこのキャンペーンに乗れませんので、まあ会員登録だけね、していただけたらなと思います。で、この今回のキャンペーンでもらえるポイントなんですけども、 マリオットボンボイポイントがもらえます。ANA マイルは全くもらえないので、そこだけ気をつけてくださいね。マリオットボンボイのポイントが、1滞在につき2000ポイントもらえますんで、えー、いいですよね。10月1日から、来年の3月31日っていうことなんで、えー、今年の冬休みとかもね、あのー、年末年始とか休みとかも対象となっておりますので、ま、ぜひね、 あの、狙っていただけたらなと思います。で、えー、1滞在につき2000ポイント。まあ、この1滞在っていうのをね、皆さん気をつけていただきたいんですけども、1つのホテルに5日間泊まっても1滞在です。1滞在。1滞在っていうのは、連泊すると何泊しても1滞在でカウントされちゃいますので、えー、もしね、このキャンペーンでたくさんポイントが欲しいっていう方は、 ま、あ ABC ホテルあったら、A に一泊、B に一泊、C に一泊みたいな感じで、滞在するホテルをね、あの、変えなきゃいけないんですよね。だから、A ホテルに一泊行って、B ホテルに一回行って、A ホテルにまた戻っても、3回っていう滞在にはね、なるんですけども、一つのホテルに何泊しても1滞在なんでね、あの、5泊したから1万ポイントもらえるみたいなことはありませんので、そこだけ気をつけてくださいね。あの、私、 最初の知らなかったんで <laughs>、そういうのね。あの、実は知らないって方もいるかもしれないん、ね、で、一応説明させていただきました。で、対象のホテルはね、えー、決まってるんですよね。えー、えー、アメリカのハワイのホテル。あと、えー、グアムのホテル。あと、韓国のホテル。と、日本のホテル。ということで、日本もね、対象になっております。で、あのー、結構ね、対象のホテルはたくさんありますんで、一応ね、 画像をババッと出しておきますけども、ちょっとね、あのー、詳しく見たいって方はね、ぜひ公式ホームページの方をね、見ていただけたらなと思います。この動画の概要欄に入れておきますんで、よろしくお願いいたします。で、日本のホテルなんですけども、残念ながらですね、あの、日本のホテルの、あの、関東の東京付近のね、軽井沢とか、 えー、富士山中湖とか、伊東修善寺とかね、そういうあの、ホテルは残念ながら今回ね、対象外になっております。えー、東京でもですね、やはりあの、東京、 そうですね。東京の通信系のホテルは結構ね、入ってるんですけども、そうじゃないホテルはちょっと外れてるっぽいですね。まああの、年末年始とかでね、多分繁忙期で混み合うからなのかなって、まあ個人的に予想してますけど、でもリッツカールトン東京とかね、本当に東京のど真ん中のホテルはあるので、まあたまたまかもしれないですね。で、私もですね、先日の空地下ルート閉鎖でちょっと大ダメージを受けたんで、ちょっと移動修善寺の方にね、近々行こうと思ってまして、<laughs> <laughs> 簡単な、完全なこじつけなんですけども、あの、対象かなと思ったらね、対象のホテルに入ってないっていうね、すごい残念な結果となったわけですけども、まあ、それは、まあ、しょうがないですね。で、まあ、日本国内はね、先ほども言いましたけど、これ、10月1日から来年の3月31日までね、キャンペーンやっておりますので、まあ、今年の冬休みとかね、あの、利用される方はね、もし、 滞在がね、ホテル分けられるようであれば、あの、分けてもらえると。1滞在で2000ポイントもらえますんで、えー、ぜひね、狙ってみてください。で、これ予約方法なんですけども、まあこの、キャンペーンのね、ページから予約いけるんですけども、えー、マリオットボンモイのサイトに行くとですね、ありますよね。プロモーションコードって入れる欄が。 そこで、JY6 って入れてもらえると、えー、今回の、ね、キャンペーン適用の宿泊みたいな感じで、えー、予約ができます。で、一応ね、あのー、マイレージクラブカードはホテルチェックインされる際に絶対持ってってくださいね。まあ、あの、大丈夫だと思うんですけどもね。なんか、デジタルカードとかのアプリのね、やってても大丈夫だと思うんですけど、一応持ってってくださいね。せっかく、あのー、 行ってね。まあ、これが日本のホテルだったらね、結構あの、対応簡単かもしれないですけど、これがね、国外のホテルとかになるとちょっと対応めんどくさくなっちゃいますんで、一応ね、持ってくことをお勧めしております。で、最後に、このキャンペーンのですね、えー、見方なんですけども、えっ、ー、と、こちらの概要欄に URL 貼ってあるんで、まあ、そちらから見ていただいてもいいんですけども、スマホしか持ってないっていう方は、もう、まあ、ここからも見れるんですけども、ANA のね、 マイレージクラブのアプリからも見ることができます。えー、アプリに入ってもらって、マイレージっていう画面がありますよね。1個右下だったかな。で、右上にマイキャンペーンっていうのがあります。そこをクリックしてもらうと、えー、キャンペーンページに行くことができますね、自分の。そうすると、下の方にスクロールしてもらうと、旅のオプションみたいな項目があります。で、そこを、まあ、最初閉じられてるんで、そこをプラスボタンだったかな。押すと開きます。 そうすると、このキャンペーン出てきますんで、まあ、ちょっとね、あの、一応、確認してもらって、まあ、これからね、あの、冬休み等々でね、利用できていれば、ぜひ利用してみてください。本当にね、ANA のこのキャンペーンは、本当に見ず <laughs> あの、見で探しづらいんですよね <laughs>。もうちょっとなんかね <laughs>、わかりやすくしてほしいなっていうのはね、個人的意見ですね。えー、今回の動画では、ちょっと簡単ではあるんですけども、ANA、 マリオットボンボイと ANA のキャンペーンとマリオットボンボイのキャンペーンね、二つ紹介させていただきましたけれども、まあ、ちょっとね、この二日間で三本だったかな、動画を上げさせていただいて、えー、ちょっとね、今回はちょっと簡単な、え、キャンペーン紹介動画をね、作らせていただきました。えー、このチャンネルではですね、えー、ANA、ANA マイルのこと、あとマリオットボンボイホテル、あとクレジットカード、お得情報、あとね、私の大好きなニューヨークの街、 あとね、最近ではポイントサイトの案件とかもね、えー、紹介させていただいて、まあ、実際この動画見ている方にね、え m えぇ、マイル、マリオットモンブポイントが貯まるようにね、なればいいなと思って、えー、この動画作らせていただいて、えー、<laughs> 動画作らせていただいております。えー、この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、えー、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。